平成21年6月23日、阿蘇ホテルで観光客から見た満足度向上をテーマにおもてなしセミナーが開催されました。で、冒頭、私たちはこのセミナーは平成21年度中小企業人材確保支援事業として阿蘇温泉観光旅館協同組合が主催して行われたもので、阿蘇市内の旅館、ホテルなどの宿泊施設関係者らおよそ40人が参加しました。やっていただきたいと思っております。で、この我々今今日から今日今この CS 講師に ANA セールス株式会社より山田和夫氏を迎えて講演が行われ、 ANA グループのブランドコンセプト、お客様と共に最高の喜びを作るを軸に、安心、あったか、明るく元気をキーワードとして、いかにお客様に価値のある商品を提供していくか、また宿泊施設がツアーを通して重要な役割であること、同じ気持ちで取り組んでいく必要があることなどが語られました。地区の私のもとご契約いただいているご宿泊施設様へのご客、最後に阿蘇市観光協会小笠原会長が今回のセミナーを受けて、安全安心なサービスを提供するために徹底した取り組みを行っていきますと挨拶しました。